皆さんこんにちは。今回はこちらを検証します。まずは象のうんこを作ります。象のうんこのスペックはこんな感じ。プリプリです。シーソーはこんな感じ。奥のうんこは釣り合いのために置いてます。次に人間のうんこです。人間のうんこはいつものを使用。こんな感じで試すと、うまく測定できない。こういう感じにしたよ。では、どんどん行こう。結果、象のうんこを200メートルからシーソーに落とすと、人間のうんこは100メートル以上飛ぶ。